はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、久しぶりに、フォールアウト 4DLC、ヌカワールド、やっていきます。当初の予定では1月、2月ぐらいに、再開するつもりだったんだけど、ちょっと、長くなってしまった。いい加減、DLC 終わらして、メインやんないと。おさらい。このヌカワールドの、マップに点在してた、この、パークを、すべて、制圧し終わって、で、ここに存在する3つのギャング全員に割り当てて、っていったところで、現在は、グランドツアーのまだ継続中で、ヌカワールドが完全にギャングの管理下に置かれたので、ゲージの元に戻って助言を求めると、いうところまでやった。で、この後ね、実はちょっとだけ、ほんのちょっとだけプレイしたんだけど、ある問題がちょっと発生してしまって、その問題を解決する方法も、まあ見つけたんだけど、まあその辺はちょっとこの後説明します。で、フォブをね、ちょっとコンフィグいじって視野をね、広くしました。前まで60度だったけど、今90度かこれ。ちょっと広めの視野でプレイしていきます。じゃあゲージちょっと明るいとこ行こう。よし、じゃあ。おい、どうしたの？生きてたようだな、ゲージ。驚いた。本当にやっちまったのか？ヌカワールドの全部が俺たちのもの。驚いてる？どうして驚いてる？おっと、悪気はないよ、ボス。ただ、分かってほしい。かつてこれほど安定した土地にいたことはない。ここまで来たんだから、この調子でやろう。そろそろ連邦を目指す時だと思うんだ。そう、問題っていうのはね、連邦までね、ゲージが連邦までね、もっと領地を広げたいって言い出すんだよ。なぜ連邦なんか、必要なものはここに揃ってるんじゃないのか？ポルターの言いそうなことだ。それは良くない。ヌカワールドを取り戻すのは確かに大事だ。だがそれは終わりじゃなく、始まりでしかない。ここの野蛮人には目標が必要だ。何か集中できるものが。それがないと、互いに手を出し合うことになる。これほどの大きな計画では、もっと、まあ、すべてが必要になる。自分たちで奪っていかないと。連邦には、クソみたいな居住地が山ほどある。もっといい使い方をすべきだと思わないか。そのいくつかの居住地は私が発展させてるんだけど、そう、ゲージがね、その連邦にある居住地をね、奪いたいっていうことでね、これ一緒にやろうぜって言ったら連邦に出向いて、まあ、人が言おうとなんだろうと居住地の人たちを追い出すなり、うん、倒すなりして追い出さないといけない。でそれをやってしまうと最初から連邦に存在するミニツメンだとかが敵対化してしまってちょっとストーリーに影響が出る可能性があるので、本当に賢明だと思ってるのか？やっとここを再建したばかりなのに。この場所に残ったものをめぐってギャング同士が潰し合うのを見守るのが賢明だと思うのか？そんなわけはない。じゃあ回避することに焦点を置こう。無謀にやる必要はない。時間をかけて頭を使ってやればいい。連邦に進出するつもりなら適切な接触先とたくさんの力仕事が必要になるぞ。いいな。まずはシャンクと話しに行こう。彼はヌカワールドを出入りするすべてを知り尽くしてる。彼はかつてこの案を提案していた。あんたが乗っ取って以来ずっと話したがってる。だからどこから手をつけていいかいい案を持ってるはずだ。彼にはキャラバンの管理を任せてあるから、マーケットの近くにいるはず。はい、何を言ってもゲージは連邦を制圧したいと一点張りなんだけど、シャンクって人ね、やつを信頼しているか？シャンクを信頼してるのか？知っといてほしいが、誰も信じてはいない。だがシャンクは別だ。我々を騙すようなことはないと思う。特に誰より利益をつかめるって時にはな。皮肉を言う。バラモンの乳搾りでも見せてくれるのか？まあ、きっとな。優しく頼めば。ただ会いに行って話せばいい。連邦について俺が言ってることを彼なら応援してくれるだろう。あんたがそれをやっている間、こっちはヌカワールドの発電所を回せるやつを手配して準備するつもりだ。うちが侮れない存在であるということをそろそろ周囲に示してやるときだ。なあ、それと
もし助言や連れがこれからも必要ならいつでも言ってくれ。はい、これでグランドツアーが完了、レベルアップ、まあ、ゲージはね、主人公に電報制圧してこいというわけなんだけど、それをやってしまうとね、本編に影響が出ちゃうから、このホームスイートホームっていう、このね、このホームスイートホームっていうのがクセモノのクエストで、はい、あ、なんかいくつか英語になってる。そう、連邦への侵略を開始すべきとか言ってんだけど、うん、シャンクという人が、まあ、ヌカタウマーケットの近くにいるから助言求めるということで、どのような対策を打ったのかというと、この人がシャンク、モッドでね、その連邦を侵略するというホームスイートホームというクエストをね、会話の選択肢、ある会話の選択肢を選ぶことによってスルーできるというモッドを入れました。ここでいい仕事ぶりを見せてるな。ギャングたちは自分たちの新しい王国を喜んでるみたいだ。みんながこんなに興奮した様子を見たのは、誰かが給水器に薬物を混ぜた時以来だ。ちゃんと自己紹介してなかった。シャンクだ。ヌカワールドで人気のサイクロパスが一緒にここにいたら、君こそ立て直してくれる人物だと考えるだろう。連邦を目指す時期だと説得されるのにどれだけかかった。おいおい、説得じゃなく志が似た者同士で会話をしただけの。説得されたと思うかね。なぜ説得されたと思う。ま、もしまだならされるべきだな。ギャングたちに彼らの場所を与えて好意を持たれた。だがギャングたちに連邦にある居住地から奪った領土を与えるとなると、それはここでの地位を固めるこれ以上の方法はない。それにみんなに金が入ってくることにもなる。もし興味があるならそう言ってくれさえすればいい。始める準備をする。まあここでの地位は上がるだろうけど、連邦のギャングをこれまで倒してきてるのに再びそこにギャングを割り振るなんて、そんな下等なことしたら当然目につめにぶっ殺されちゃうから、このみんなを傷つけたくないっていう選択肢をね、そのモッドによってある効果が付加されてるんだけど、ただ無視するつもりか。はい、これをね選択するとね、このクエストをスルーできます。始めたら連邦に侵略する羽目になります。というわけで、みんなを傷つけたくない。もしやるとしても人々を傷つけたくはない。面白くないぞ。はい、後で話し合おう。というわけで、連邦を侵略しましたということになってます。これで、まあしてないけど、これでまあ本編のストーリーは守られた。で、新しいクエスト、あ、英語のままだ。はい、連邦のね、まあ、居住地を制圧しましたと。で、まあヌカワールドに戻って次のプランをシャンクと話し合おうと。はい、こっから先は分かんない。シャンク、いやー、シャンク、つくしょ、悪い知らせだボス。パックスどもが裏切りやがった。動物を人間のように扱った結果がこれ。領地の分け方が気に食わなかったようだ。メイソンと仲間のギャングども全員がヌカワールドの発電所に殴り込んだ。他のボスたちは、そうだな、あんたを待って動くつもりだ。行って裏切り者どもを始末するんだ。やつらがバカなことをする前にな。もっとバカなことをする前にか。はい、ギャングのボス、あ、発電所の近くにいるギャングのボスたちに会う、ボスに会う。まあ制圧したパークが5つで、ギャング勢力が3つという時点で平等な振り分けなんて不可能だったんだけど、まあ結局こうなるわけだ。ゲージ何してる。おい、俺に何か頼みたいの。よし、じゃあ続きやっていこう。まあそれは裏切って、まあ決起を起こして発電所にいるっていうわけだから、まあ始末してあげよう。連邦を守れたから、もうそっちの後始末はなんとかする。ここね、もうこっち一回訪れたことあるから、最初から発電所に行ってから移動しよう。ここが発電所。あ、パック、パックいるじゃん。あっちか。
ちょっと先にパック無視して目的地のところに向かおう。エンカウントした時のさ、ゲージのさ、うわーこんちはって何なんだ一体。とりあえずここだ。誰かいる？今何持ってたっけな。過激な会話はそのままか。これ爆発ピストルも持ってるけども、まあデリバラが最強だよな。どうやらメイソンは守りを固めたみたい。あのおかしな奴はいずれ我々を裏切るなと思って。さてあそこへ攻め込むとするか。二人とも黙れ、すぐにわかるさ。ボスが来た。メイソンは獣の手下をかき集めて発電所を奪った。あのクソ野郎、こんな真似をしてただで済むと思ったら大間違いよ。生きたまま皮を剥いでたっぷり楽しませてもらうわ。まさにギャング。ニシャはどこの勢力のギャングだったっけ。落ち着いて。まず落ち着け、いきさつを話してみろ。この手がメイソンの血で染まれば落ち着くわ。でも話がしたいってんならいいわ。留守中に連邦から噂が流れてきたのよ。あんたがディサイプルズとオペレーターズをひいきしてるってね。ところが驚いたことに、なんとメイソンはこの話を喜べなかったのよ。あいつは手下と発電所に乗り込んだ。そして施設全体を封鎖した。こんなの許すわけにはいかないわボス。みんなあのバカどもを叩きのめしてやりたいと思ってるわ。ああ当然そうだ。いい、決めるのはあんたよ。どこまでもついてく。でもメイソンには命で償わせると誓って。他の道は。パックスを失いたくない。他に道はないのか。とっくに失ってるよボス。メイソンはこっちの仲間を殺した。私たちの掟じゃ落とし前をつけることになってるの。もう殺されてんの。パーク1個増やそうよ、新しいパーク。そうすればいいんじゃね。ここまで大きくしたのはあいつに潰させるためじゃない。全く同感よ。大掃除だ。心配するなボス。ニーシャと話して、はい、メイソンを殺す。発電所ね。これでもしも発電所が復旧できるなら、これまで制圧したパークの一部がね、その電力を復旧させないと入れないところがあったんだけど、これクリアすると入れるようになるのか。まあともかく、もうこっちの仲間が殺されてるっていうならやるしかない。発電所ね。さっきすでにパックスいたけど、あ銃声聞こえる。こっちから行こう。あそっか、今一瞬パワーアーマー来てるかと思ったけど、これただの海兵隊の装備だもんな。待て待て、やおやお具合。あ戦ってる戦ってる。じゃあもう最強のハンドガンがあるからね、これ一丁でもうね。あ痛い。なんていうの、よよよよ、やお具合爆発してる。外も始末してあげるか。入れて出て。あースタミナがない。あしかも硬い。過激な会話。あこいつベテランだから硬いのか。あそんなことない。いただき。あ外は制圧 OK か。あ上。ここからじゃ。ここあいた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 。出て出て出て。待って待って待って。隠れるもの。待って予想以上に痛い。ここから撃つか。あ買ってこっち使うか。
こっ、わ、ベテラン買って。あ、ダメだ。近づいて、もう中から入って制圧しよう。ビッグボーイ、いやー、ビッグボーイは、ビッグボーイはちょっともったいない。発電所、はい、発電所入ったよ。さあ楽しもう。ゲージは相変わらずハイになってるな。ここもね、ちょっと動画外でね、一度なんか発電所発見しちゃったから一回見に来たことあるんだけど、奥のね、開かないエリアがあったはずなんだよな。銃声がすげえ。この辺もアイテム回収しちゃったから特に何もないのか。いた。ちょっとベテランが波のやつよりすげえ硬いな。あ、伝説、伝説からは装備が欲しい。おっ、こいつ伝説じゃないな。こいつか、こいつだ。頭頭頭頭頭頭。変化した。はい、え、そうだな、戦闘で使うとするなら、こんなの持ってたっけ。うん、ジェットあたりだよな。あと最後とかで、あ、減っちゃったらまた医師に見てもらえばいいし。上がってこい、お前と俺だけだ。実に楽しかっただよな、ボス。あー、伝説。おうおう、上にもいた。あ、どこだ、見えるか。なんか爆発した。よし、あいつは一体何を持ってる。あれだな、まあ、待て待て、はい、で、はい、よしよし、オッケー。あ、薬物最高。ショットガンか、ショットガンか。フォークビーンズ、もうこれで制圧 OK かな。かは、これが爆破したのな。あれ、これ出口どこだっけ。上に出れる道があったはずなんだけど、あれ、ここじゃない。あ、仲間が来てる。どっか途中にあった。あ、あっちか。ここ右行って、あ、タレット、ぶっ殺してやるわ。どう、まだいるじゃん。はい、あ、当たっててや。返しはさせてもらうよ。過激な会話。また伝説やん。
あ、過激な会話全然強いな。あんたは跡形もない。ハンマー。メイソンはいないのか、まだ。あ、二者たち強いな。またベテランだ。うん、どこにいる。あ、ここは前に開けた。だいぶ前に開けた。お、マシェット。あ、確かにレジェンド武器なんだけどな。爆発系のレジェンド武器欲しいな。ベテランどこだ。上か。おら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 、やるな二人とも。コーヒーカップ。ここはボトルばっかりだな。コーラじゃなくて。あ、またいる。ここ、こんな広かったっけ。ここは特に何もなかったはず。で、二者たち先行が早い早い早い。俺にも戦わせろ。ベテラン。待て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 、アップで後ろにも来てた。スティム入れて入れて。ベテラン強えな。オッケー。なんかパックスがこんな強かったっけ。あ、なんかカラフルなライフル。ここはもう特に何もなし。そろそろ上出るでしょ。よし。あ、メイソン。メイソンいた。待てよ。薬物薬物。サイコタス。エンドジェット。メイソン覚悟。あれはメイソン武器持ってなくて。あ、回復してるじゃんメイソン。ちょっとマグス通して。あ、武器持ってる。よし、はい、鍵返してね。なんだこれ。メイソンの服。待って、まだベテランがいるじゃん。下が。OK。よーし、制圧。これでそう、ここが開けれるんだ。で、アクティブメインパワースイッチ。あ、発電機。これ稼働させろってことだ。監視ターミナル。お、ビクトリーヌカコーラ。とは特に何もないな。あ、金庫。
あー普通えいポチッとな。おおおお、花火っぽいものが鳴ってるけど、これでパークの電力戻った。よし、ゲジ君。おい、どうしたボス。ヌカワールドに明かりが全部飛んだ。なんて美しい。そうだな、そうだな、こんな光景を見るのは久しぶりだ。明かりだけのことじゃないボス。メイソンが消えてパックスもあらかた始末した。俺たちを止められるものはほとんどない。発電所でのこともあったが、残った連中はかつてないほど強くなった。コルターを倒すのに手を貸すのは大冒険だった。報われてよかった。あいつとあんたの本質的な違いが何だかわかるか。俺たちがあんたについていく理由がわかるか。あんたは俺たちのために血を流すことを厭わない。あんたがこのクソみたいな世界で命をかけて俺たちを引っ張ってくれるから。信じるかどうかはともかく、それは俺たちにとって意味がある。ちょっとモッドの影響で英語になっちゃってるけど、うん、騙されるものかって。ひどくね。嬉しいよ。ありがとうゲイジ、嬉しいよ。いいってことさ。ただし図に乗らないでくれ。俺を怒らせてみろ。今だって大西洋まで蹴り飛ばしてやるからな。なんだと。次にどうするかはあんた次第だ。パークの電力が戻ったことだし、前に行ったところに足を運んでみろ。電気が来てなかったところに入れるようになったか試してみるといい。ああ、もちろんマグスやニシャに手を貸すのもいい。あいつらも忙しいに違いない。なんか選択肢 A だけ英語になってるからなんかかっこいいな。 Let's get started。 始めよう。トラブルの種は尽きないみたいだな。仕事にかかった方が良さそうだ。じゃあそういうことにしよう。指示してくれ。俺たちは下だ。どこかで大金が奪われるのを待ってる。あんたがそいつを持ってきてくれる限り俺たちは手を貸す。はい、ディサイプルズとオペレーターズに協力したためパーク、チューズンディサイプルとエースオペレーター。まあね、パックスは倒しちゃったからパックスの特殊なパークはいただけないんだけど。はい、パワープレイクリア。つまりこれでヌカワールドはねクリアです。はい、連邦での仕事をするためにシャンクと話す。だからあとはね、連邦でなんだサブクエストをあげますよっていう感じか。まあ、このオープンシーズンっていうのは、うん、医者に提案されたヌカワールドのレイダー全員始末するって感じなんだけど、まあとにかくクリアだ。じゃあちょっとね、終わる前に一箇所だけ行きたいところがあるから、ちょっとそこ行ってみよう。ちょっとね、ギャラクティックゾーンに来たんだけど、電力が復旧したならば、そう、これ欲しいんだが、これ取れる？それとも、ここにはめ込むこのスターコアがまだ必要なんだっけ？っていうか今、スターコア持ってるのか？あ、もう持ってない。お？あー、取れない。もしかしてスターコア集めないと。確か上にもなんかあったよね。あー動かねえ。
そうか、どの道スターコア集めろってことか。まあそのうち、まあてかパワーコ、パワーマー有り余ってるからな。そんなにたくさんゲットしたって意味ないんだけど。よし、それじゃあ長々と時間がかかってしまったけど、トカワールドはここまでにしよう。もうこのゲームも発売してからだいぶ経っちゃってるからね、早いとこやんないと。昔早くしないと昔のゲームにもうなってしまうから。じゃあ次回からまた連邦に戻って連邦のクエスト進めていこう。メインなり、まあ、あとは気分次第で、気分次第でサブクエストだったりで。よし、それじゃあ知ら無事に問題は解決したということにして、ヌカワールド TLC ヌカワールドは今回ここまでにします。じゃあ次回からはまた連邦でクエストやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。